2009年のベトナムチーム2010年のインドのチームアブアジア太平洋ロボットコンテスト略称アブロボコンとはアジア太平洋放送連合が主催する大学生が制作したロボットによる競技会である1988年に日本放送協会が主催する日本国内向けのアイデア対決 全国高等専門学校ロボットコンテストが始まり、1991年に NHK 大学ロボコンが開催されるようになった。1993年 NHK 大学ロボコンにタイの大学が参加するようになったのを皮切りに参加国が少しずつ増加した。一時はアメリカ合衆国の大学が参加したこともあったが、 次第にアジア太平洋各国が参加するようになり2002年アジア太平洋放送連合が主催するアブロボコンとして生まれ変わった NHK が地上波で放送するため一般への認知度が高いロボット競技会の一つであるこの種の競技としてはロボカップに匹敵する世界有数の国際大会であるなお NHK 大学ロボコンは第10回を最後に 海外チームの参加ができなくなり、アブ、ロボコンの日本代表選考会となった。毎年競技課題は変更され、ホスト国のアブ加盟局が中心に作成される。競技内容は開催国の文化、風習を反映した競技になる場合が多いボールを運んだり、投げたり、ブロックを運んだりして、いかに早く目的を達成するかを競う相手の妨害も可能な場合もあり、 大会によっては2台以上のロボットを使用することがある。基本的に3チーム以上の複合戦はなく、1チーム対1チームの対決である。まず、6から7グループ程度に分けたリーグ戦形式の予選を行い、各グループの1位及びワイルドカードを含めた計8チームでトーナメント形式の決勝を行い、優勝が決定される。アブに加盟する放送局を通じて、 各国、地域の大学、校科大学、高専生、高専専攻科生の学生によるチームが出場する。開催年度によって参加数には変動がある。原則各国、地域より1チームが出場し、さらに開催国、地域からは2チーム出場する。日本からは NHK を担当放送局として、第1回の2002年より毎年アブロボコンに出場している。 他、すべての年度のアブロボコンに出場している国を以下に、示す。ッコ内は担当放送局である。各年度における、優勝、準優勝大学、アブロボコン大賞受賞大学並びに、日本代表大学の成績を示す。アブロボコン2020フィジー大会は、新型コロナウイルス感染拡大の収束が見込めない、ため、中止された。 大体イベントとして正式なコンテストではないが、オンラインによるアブローボコンフェスティバルが2020年12月12日に開催された。結果は1位が東京大学、2位が香港鍵大学、3位が豊橋技術科学大学であった。ありがとうございます。